はい、皆さんこんにちは。陶磁器工房喜楽です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、大きい作品に釉薬をかける時のかけ方を説明したいと思います。で、釉薬かけるものはその、大皿ですね。これ大体30センチぐらいあります。この大皿にどうやって釉薬をかけるかっていうのをちょっと説明したいと思います。結構ですね、お教室来てる方とか見てるとですね、やっぱりね、大きい作品というのを作りたくなるんですよね。で、まあ、大きい作品なんで、まあ、粘土もいっぱい買ってもらって、で、まあ、頑張ってこう作ってもらってやってるんですけど、結構ね、釉薬をかけるときに失敗したことが多いんですね。で、まあ、釉薬かけるときに失敗して、こう拭いてなんとかなればいいんですけど、焼いたときにこう釉薬がガーッと垂れちゃってですね、下にこびりついて出来上がっちゃったなんてこともありますんで、まあ、そうするとね、ものすごくストレスを感じますんで、ぜひですね、大きいものに釉薬をかけるときのかけ方をマスターしてもらえるといいかなと思います。で、皆さんちょっと見てもらってですね、あ、なるほどとか、ためになったと思ったらですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご覧ください。はい、それでは大きなお皿に釉薬をかけてみたいと思います。で、今日かけるお皿がこれですね。今直径で30センチぐらいあります。で、まずですね、これを空拭きします。まあ、ちょっと表面にこう粘土の粉とかついてますんで、まあ、それをしっかり落としましょう。で、こちらのもやりますね。よいしょ。そしたらですね、この釉薬をまずよくよくかき混ぜます。で、今日ね、2種類、2通りやりますんで、ちょっとね、参考にしてもらうといいと思うんですね。で、釉薬によってですね、こう、厚くかけた方がいい場合と、薄くかけた方がいい場合があると思うんですよね。なので、ちょっとその、今回は両方ともやってみたいと思います。よいしょ。さあ、まずですね、厚くかける場合、こう、ひしゃくに釉薬すくってもらって、これを器の中に入れちゃいます。で、この入れてる間にこうどん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 釉薬が熱くかかっていきますんで、まあ、こう熱くかける場合は中に入れちゃった方がいいと思いますね。で、ちょっと縁の方を回してこれをジャバッと捨てます。さあ、今度この縁を持ってですね、そのままひっくり返して少し斜めにして入れます。で、そのまま少しずつ沈めていって、目的のところまで沈んだらゆっくり器を上げます。どうでしょう、今内側かかってますかね。で、少し雫が垂れるのもあってですね、よいしょ。さあ、最後にこの指の跡ですね、そこにこう釉薬をのせていきます。で、こうね、塗るというよりはのせる感じですね。そうすると、釉薬がしっかりつきますので、で、なるべくこう地肌が見えないぐらいまでこうちょっと糊が甘いところはですね、こうやってつけてあげるといいと思います。そうですね、こんなもんですね。そしたらちょっと次いきます。で、今度はですね、釉薬をね、薄くかけたい場合、ね、これはね、かけ流しの方法でかけますね。で、また例のごとく釉薬よくかき混ぜて、で、ひしゃくにすくいますよね。そしたら釉薬のお皿にこう釉薬をかけていく感じです。で、このかけ方ですね、釉薬がすごく薄くつきますんで、まあ、例えば厚くかけなきゃいけないものをこれでやっちゃうと結構ね、ムラになると思うんですね。で、今度こっち側もします。で、またジャバジャバっとかけて、今こんな感じですね。で、これ今ね、かなり薄くかかっていると思います。そしたらまた縁を持ってまあ、内側の方に、裏の方ですね、そこにも釉薬をかけていきます。よいしょ、こんな感じですね。で、ちょっとまた雫が垂れるのを待ってですね、よいしょ。で、ひっくり返します。で、例のごとく指の跡が残ってたら少し釉薬を乗せてあげますね。こんな感じですね。一応これで今2通りの釉薬のかけ方をやりました。それでですね、だいたいこういう大きいものに釉薬かけると後ろにですね、釉薬がくっついちゃうんですね。いらないところにもくっつくことが多いので、これは結構ね、大丈夫ですね。ちょっとこの辺まだ釉薬足んないんですけど、ちょっとはみ出しちゃったりした場合ですね、
このスポンジを固く絞ってこうゴシゴシ拭いてあげると結構きれいに取れますんで、いらないところにくっついちゃった場合はこんな感じで取ってきます。ではちょっとこちらの方にしましょう。結構こっちはついてますよね。いらないところのこう剥いでる感じですね。で結構ね、大きい作品ってね、釉薬かけるのは結構大変なの でしかもですね、厚くかかっちゃったりすると釉薬が乗ってる面積ってすごく大きいのでものすごく流れちゃうんですね。なのでいかにこう最初にシミュレーションしてですね、それ通りにできるかどうかが結構勝敗の分かれ目だと思います。あんまりもたもたしてやっちゃうとですね、釉薬が焼いた時にダーって流れて全部下にくっついちゃいますよね。そうするとせっかくこう頑張って作った大きい作品がすごい台無しになりますんで、まずちょっと頭の中で一回シミュレーションしてですね、こんな感じでやったらうまく描けれそうだなっていうのをイメージしてそれからやってもらうとうまくいくと思います。こんな感じですね。でこれが大きいお釉とか大きい作品に、釉薬をかける方法になりますので、皆さんもぜひやってみてください。